恋しよ。真剣な話だ。ここ、アナザーアーチャルに来たからにはマリサの捜索も大事だが、もっと近づくのであれば、キラーティアラのことだ。え、キラーティアラか。どっかの。キラーティアラ花、アナザーアーチャルで大量生産されている。君たちが以前回収したのもこの次元から流れ込んだ、大量生産の一つだ。そうだ、私からの頼み事だ。アナザーアーチャルのどこかに工場があり、そこでティアラは生産されている。その工場から生産を阻止することだ。いいな。ほう、ずいぶん太っ腹なスケジュールですね。いいでしょう。お礼に私がその工場をお教えいたしましょう。おお、助かるよ。こっちの世界のひなに教えてもらった通り、ここが例のキラーティアラを大量生産させている工場ね。この中でティアラがワンサカあるんだわ。てはスパイみたいな感じで行くわよ。待ちなさい。な、なに？ふふ、急に止めてごめんなさいね。話があるわ。宇宙人ってあなた信じる？それともこのようなうさんくさいミステリアスなものも興味がある？え？いないでしょ。それっぽいのなら、うちの世界にもいるのはいるけど。さてちょっと関係ないと思いますが問いますが。質問1。あなたは小学校の給食を楽しみにしていた。全部食べたら好きな給食をおかわりできる。しかしこぞっておかわりするのは一人ではなく、他にもライバルたちがいます。あなたならどうする？学校の給食かいな。そうだな。私なら美味しくて何度でも味わえるものがいいんだけどな。そりゃ、早いもん勝ちでしょう。質問2。また食べ物についてですが、あなたはコンビニで昼飯を買いました。しかし、あることに気づいてしまいます。添付してあるはずのソースが見当たりません。これは製造側の不備に違いない。あなたならどうする？まあ、たまに言うクックはね。まあ、ストイックなもんで、即席麺系統でそういう添付されているものがなくともあらかじめ用意しておけばなんとかなるんだわ。質問3。もうそろそろというか、この動画が投稿されている時期には初夏が始まってます。あと少しすれば暑くて楽しいサマーシーズン。しかし、あなたには恐ろしい教訓が待ち受けています。それは夏休みの宿題と夏休みの過ごし方。この究極の2択をあなたはどう制するか。誰だって夏休みの宿題を放り出したい気持ちはわからないでもない。だったら放置せずに毎日欠かさずやれば残ったところは夏休みを思いっきり満喫する。せめても最終日までに残らないように記録更新できるかがベストだね。質問4。あなたは友人ととても仲がいいです。しかし、友人と仲が良くてもたまに喧嘩します。こういうのを喧嘩するほど仲がいいと言いますね。ですが、あなたは仲のいい友人の大切なものを壊してしまいました。どうします？ごまかすか謝るか。仲良しなのはとってもいいじゃないの。そうだね。人のものを壊したりしたら、そりゃ弁償せなあかんけどな。でもここは正直に謝るべき。下手にごまかしても苦しいだけやろかいな。質問5。あなたはとある地方の山に登山に来ました。この季節は登山するのにはうってつけ。あなたは冒険するかのようにいろいろとした準備を進めました。しかしここで問題が。崖から落ちそうになっている黒ヤッポー40年歴のおじさんとアイドルのような美少女の2人の命が、あなたならどちらを救う？難しい質問ね。でもここは当然2人を助けるべきよ。おじさんを見捨てて美少女なんて最低すぎるわ。ちゃんと2人を助ける、そのための用意でしょうか。なるほどね。この次元では宇宙人に狙われていて、時折別の次元からやってくることがあるの。狙いはおそらくこの工場にあるティアラよ。もしかしてあなたはそのティアラの生産を止めようとしているの？やめときな。命の危険もある。あのティアラは大昔のシャトー王国時代に作られた禁忌のティアラ。知識もない者は触らぬ神にたたりなしだ。私は知ってるから来たんだよ。止めないで行くんだから。ふっ、ここまで忠告したのに。まあいや、何がだよ。どう、宇宙人は言うんだぞ。騙されたな。私はメテオカースドという次元からはるばるやってきた名もなき宇宙人。かっこよく言うのならエイリアンだ。ははは、あの女性ならこの工場の地下室に監禁されているわよ。でも私を倒さない限りは救い出せないし、なんならキラーティアラは加速するくらいもっともっと大量生産されるのだからさ。く、騙されるとは夢にも見なかったわ。ふふ、ところで君がここに来たのも大量生産されたティアラの製造を妨害するためなんだろう。やめとけ、製造中は妨害はいけません。やめません。ふふ、でもその上で私の忠告なしで止めに来るなんて野蛮なことはおやめください。安心してください。骨はお片付けしますので、むむむ。
メンタルエイリアンのくせに。でもあいつもキラーキャラの影響に違いないわ。もっとも大量生産されたらキラーキャラがさらに次元を拡張してばらまかれると甚大なる影響が。小石、行きますよ。無理だよ、どうせ。できるが全て。なのか？そんなの終わってる。もう早すぎたんだよ。何もかもか。今さら。それをどう？止めようだなんてバカなことはやめた方がいい。あんな目障りな緑木存在目がどうこうしようだなんて簡単に思わない方がいいだろう。どうせ全てうまくいかないと事前に決まっている。いや、確定してるんだよ。この世にもあの世にも無能はいらないんだよ。そう、大人に教わらなかったかい、おバカな君は。そう、あのエイリアンめ、どこへ隠れ腐った。これ以上、デタラメなキラーキャラを大量生産させたら、ますます次元にばらまかれて、キラーキャラを手にした者を暴走しかねないわね。しかし、やはりあのエイリアンめがキラーキャラをあちこちの次元にばらまいたのか、それとも何か裏で起こっていると言いたいのかどちらかはわからないわ。でもとりあえず、キラーキャラと工場内に監禁されている女性を救出しないとね。
嘘だった故郷が麗しいなぁ。小石さん。どうしたの？なんだか様子変よ。どれくらい変っていうとフランスパンが硬くないってくらい変よ。そう。なれこよ。小石はどうやら、ヌエの体に依存していたキラーティアラの力を小石自身が吸収したみたいだ。どうやらアナザータイムを展開した時に、ヌエ自身の意識が飛ばされ、代償が小石に伴ってしまったんだ。こんな形で小石がキラーティアラに操られるだなんて。作戦は変えよう。わかっている。緊急事態だ。小石のみを救うべくに処置を施そう。こうして小石さんがピンチに陥ってしまった。キラーティアラの大量生産解決はともかく小石さんをキラーティアラから解放しないとどうにかならないのだから。